やあハロー、どうもこんにちは、アニメリアク職人浜です。はい、現在3月11日金曜日の午後5時35分ですね。いや、声が出せるのは素晴らしい。さあ、今日は貴重な声が出してね、リアクション撮影できる日です。今、ラブライブスーパースター11、12話と見て、そしてリリカルなのはストライカーズ1話見終えてアップロード終えたんで、さあここからは2話いきたいと思います。はい、じゃあ簡単に自己紹介。僕の名はマジラジオ芸人ハマーと言います。一生瓶に乗ってジャグリングしてハーモニカにそしてタンバリンを叩く世界唯一の技の持ち主、この本の著者です。で、普段は主に子供たちの前で、やればできる諦めない、これを伝えたくてですね、パフォーマンスしてますが、現在コロナに全ての仕事を取られ、今日で83連休超絶無収入地獄味わってます。しんどいですけどね。はい、そんな中でも1日も休むことなく1年12ヶ月目に入ってきました。このアニメリアクション動画ね、投稿1日も休まずやってます。ただ去年の8月18日より以前の1年5ヶ月分の動画を失って、そっからチャンネル登録伸びない、再生数もずっと2桁というね、正直やめとうてやめとうてしょうがないんですけども、なけなしの根性を振り絞ってね、なんとか気合で続けてきてますんで、ぜひとも応援よろしくお願いします。諦めてはいません。はい、で、僕の自己紹介、ホームページ、 SNS、 各種 PV、 プロフィールなど全て説明文にあるんでね、ぜひ見てやってください。そして過去のアニメリアクション動画は再生リストに作品別にまとめてます。はい、今年9月ぐらいにはでかい発表があると思うんでお楽しみに。では行きましょう。 D アニメストアですね。3、2、1、スタート。あれ、オープニングなし？ああ、あるよな。シャマルとかもんだね。シャマルだっけ。なんだっけ、あの闇の書の4人組の名前忘れたな。シャマルと誰だっけ、ザフィーラ、あれ、あと2人が名前出てこへん。で、さ、調べたら菜の葉たち19歳なんですね、これ。で、これ試験結果まだ分からんかったね。パスタ？
スバルの姉ちゃんも管理局なんや。出てくるのかな、姉ちゃんも。機動六課。そうか、ゆっさいさい養子になったから手伝ったハラオになったよね。あ、そうなん。これ父ちゃんか。あ、なのはね。一発やったね。銀か中島。
すごいどうでもいいかもしれないけど、菜の葉たちは高校行かんかったんかな。これってあの元闇の章、これ。はい、あては。フリーなんやね。なるほど。ミッドチェジャーのなんたら舞台は初動が遅いのね。それは第六なんとかかか。起動ロッカーか。ロストロギアンことやね。ロストロギアって何かが。
おう。ってことは落選か。と言いたいところだけど、うん。半年待たんで良くなったわけやな、ほんなら。ケツつねる。ツンデレかな。シグナムや、シグナムのま、体調？なんかあんのかな、菜の花の体調って。
ああ、シグナムや。フォワードって何？あ、さっきの。あ、オープニングで映ってる。おう、ラッキースケーベイ。ねえ、これ。あ、この BGM 健在やな。エリオとルシーね。おさまるや。お、ザフィーラ。もう一人チッコの名前なんだっけな。ああ、ここ名前なんだっけな。これ何と戦ってんの？出現のヒントと数。敵が何なのかが分からん。何と戦ってんのこれ。あ、井上マリナさんか、エリオ。あ、ビータや。
よいしょ。はい。ってことで、今回はその、機動ロッカーねが、できた理由と誰が作ったか、まずあのカジノ、空港カジノの時にはフェイトが、スバル中島の姉ちゃん、銀河中島、銀河中島これ誰だろう、銀河中島助けたと、いうことと、なんかそのニュースかな、なんか見ながら、ハヤテが何ミッドチルダの何かが、初動が遅いかな、何とか言ってたな。それで新しい舞台を作りたいねんというので4年かかってやっとできた。でそこのメンバーとして、ナノハとフェイトももちろん入りで、ティアナと、スバルをこう、フォワードって何、最前線で戦う人のことかな、フォワードってサッカーでいうとこの一番上やけど、そういう意味かな。でそこの来た、エリオと、誰だっけ、エリオとルシエかなも、その候補生として来たってことかな。でシグナムたちも、その機動ロッカーで働いてるという認識でいいかな。今回そういう話かな、シンプルに。で次回からナノハの、教育教えが始まるみたいな。フェイトっていつの間に車の免許取ったんやろとか、高校行ってたんかなとか、まあここにとってはどうでもいい話かもしれませんけど、なんかそこが気になる。うん、でまあその今回不合格やった、スバルとティアナは、なんか講習を受けた後試験、再試験が受けれるという風な、まあナノハが、C ランクに置いとくのはもったいないからという、まあそういう、手はずを組んでくれたということですね。うん、はい、まあということで今のところまだまだね、特に気になったのはあれやな、そのシグナムちゃうわ、ビータたちはあれ何と戦ってんのかなと思って、そこを気にせんでいいんかな。はい、まあ次は4話取ります。4、5ですね、4、5。はい、でほとんど取りながら進めていくんで、はい、まあ頑張ります。もうあと20日ですけどね、残り日数が20日のうち、こうやって声出して取れる日がまあ非常に少ないんですけどね、まあ、頑張りたいと思います。はい、ということで、魔法少女リーガルなのはストライカーズ2話でした。よかったらチャンネル登録、高評価ぜひお願いいたします。で冒頭にも言ったようにね、現在83連休、もう正直しんどくてね、貯金バンバン減っていってて、でな、まあ、そんな中でも YouTube 毎日やってますけども、まあ残念ながらね、ずっと2桁再生というね、ついに王様ランキングですら2桁再生になってきたんでね、結構絶望しか感じてはいないんですけれども、まあそれでもちょっとね、また一昨日からちょっとこの鉢巻き文字変えましたね、何度挫折を味わおうが、あの頑張って続けていけば叶えられるよみたいな、そういった意味です。百節不倒ね。だし、まあとにかく折れることなく、いや折れても頑張っていこうと、ね、今ね気合入ってますんで、ぜひですね、あの一緒にアニメを楽しんでいただければと、そして応援いただければ非常に助かります。よろしくお願いします。で、コロナが終わった時ね、ぜひとも僕のショーを皆さんには見に来てほしいと思ってるんで、あの僕の細かいデータ見ていただけたら非常に嬉しいです。さらにはジャグリングとかね、大道芸のパフォーマンス動画もね、いっぱいアップしてるんで、そっちも再生していただいて、励ましや応援コメントなんかいただけたら元気をもらえます。どうぞよろしくお願いします。はい、以上アニメリアク職人ことマジ大道芸に浜田でした。どうもありがとうございました。それでは失礼します。